じゃこんにちは。はい。はい。ゆたかさん。はい。始まりました。ゆたかのミーティング。そう、ミーティングね。ね、ちょっとね、気がついたこととかがあったんでね。あ、そうだね。代表とか、いろいろこう、ポストシーズンでゆたかのミーティングって使うんだけども、ちょっと10日間経って、なんかね、あーって思うことがあったから、話してみようかなというところで。まあ、見えてきた課題と対策ということでね。ちょっとね、今回は、まあ、セリーグのお話になるんですけれども、なんといっても、申告5連敗の巨人だけではなくて、まあ、5連敗してるからね、巨人が本当に深刻だなっていう風に、そうですね、まあ、数字を見ても思うのと、まあ、阪神の場合はね、サトテルをどうするか、で非常に1番から 4番まで割とスムーズな流れを出してるんだけども、ちょっとサトテルで止まるっていうところがね、佐藤輝明、まあ、ここら辺はおそらく糸原で、まあ、補えると思うんだよね。本当に悪かったとしたらね、だからここら辺は、まあ、ピッチャーも頑張ってるし、まあ、守備の方も頑張ってるし、まあ、阪神の方はサトテルをどうするか、サトテルがなぜ悪いかというと、凡打の内容が悪いんだよね。なるほど。でワンアウト取られても、チームへの貢献、そういうものが見られるんだったらいいけども、こっちに打ってほしいって言ったところが三振に終わったりだとかさ、それからまあここら辺がちょっと頭を悩ませてるところかなっていうふうにね、ちょっと思うんだよね、阪神はね。はい。でヤクルトの方は打てない、そうですね。でも抜群にピッチャーが頑張ってる、まあ中継ぎ陣がまだいまだに失点ゼロということで、本当に頑張ってんだ。打てない中で勝っていける要素の一つ、一番大きいのがそこですかね。はそれと、やっぱ打てないからチャンスを広げるために盗塁を10にしてるんだよね。もうと9試合ぐらいやって、12やってるから、だから足で補ってるという、だから別のそのアイテムを使って点をに結びつけてるという、だからここら辺は山田だったり村上、がもう少し打率が上がってくると、まあ打点ではある程度貢献してるんだけども、ポイントでね、だけどこうもう少し上げてこないとちょっと苦しくなるかなという、あとは塩見を待ってるという状態ね、気になりますよね。ちょっと気になるよね、広島、絶好調になってきました。この間の動画でもね、そうそう、もう今は何も問題ないんじゃないかっていうね、マクブルーブとデビッドソンが、まあ、ヤクルトの強い時期の、まあ、今ももちろん強いんだけども、まあ、サンタナとオスナみたいな感じになってきてるよね。で DeNA の方は何の問題もない、技術も技術的に高いし、バッティングの方はやっぱこう今永がいつ投げるかとかね、まあ、そういう問題があるだけで、まあ、非常にいいよね。で中日の方は、まあ、課題は終わりなんだけど、まあ、これは今チームの改革をしてるということを考えるとね、まあ、頑張ってほしいなと思うんだよね。はい。でその中で、まあ、巨人の5連敗これはね、ちょっとただ打てないとか、そんなんじゃなくて非常に課題が多すぎるという中で、ちょっといろいろ見ていきたいと思います。はい。その中で、巨人5連敗中、得点圏打率26打数2安打、これとっても深刻、7分7厘しかないんだよね。もう1割ないというね。で10回に1回出ても返せるか返せないかみたいな、得点圏でね、で得点は7、その5試合での得点ですね。そう、7で1試合平均が 1.4 点、はい、これではやっぱピッチャーがたまったもんじゃないよね。でも打ててないわけじゃないってことですよね。そうなんだ、安打数が40あるんだよね。だからまあこういうことを考えると、じゃあ何が足りないかというと、やっぱ走塁なんだよ。まあ、例えばブリンソンが、まあ、暴走したりだとか、で得点圏に行ったとしても、ノーアウトランナーセカンド、例えば吉川が初球を簡単に打って出てセンターフライで進めないとか、まあ、いろんな問題を抱えながら、やってると思うんだよね。でその中で打線を少し考えてみました。巨人は盗塁が未だゼロなんだよ。なるほど。だから接戦には1点を取る時の腹野球ができないということなんだよね。はい。まあ、そういうことで打線をちょっと考えてきました。はい。でこれが豊さんの考えるオーダーということで、まあ、皆さんも考えてると思うんだけど、そうですね、まあ、一応ね、まあ、ピッチャーを外した8人のものですね。そうそうそう、8人ということね、はい。まあ、ピッチャーは9番に入るとしてね、で1番オコエ、はい、まあ、今絶好調、まあ、長打もあるし、食らいついていく姿勢がね、今一番巨人の中である
るんじゃないかっていう、足もありますし、それで足が速い、うんうんうん、で走塁に長けてる。で2番梶谷、もう丸が不調だからさ、やっぱ丸を本当だったら入れたいんだけども、1割ない打率がね、うん、そうなってくるとやっぱ足を使いたい。だから梶谷の足っていうのはやっぱ使えるよ。だから1番2番が足が使える。でブリンソン、はい、これも足が速い、うん、これ赤にしてるっていうのは坂本もそうなんだけど、うん、これを入れ替えてもいいと思うんだよね。なるほど。これなぜかというと、うん、1、2番が走ろうとした時に外国人って初球から打ちたがるんだよ。だからここら辺を考えた時に、うんうん、どうしようかなっていう、坂本でもいいなって、その辺のこう勘というか、うん、こううまくそこが噛み合ってくるのであれば、うん、坂本選手でもいいよ、ね、の方がいいのかなみたいな、うん、ただねブリンソンは前のランナーとか、はい、前のランナーが足が速くないと、うん、これ暴走しちゃうからねいや本当にこれは今後改善されていくっていうことはあんまり期待しない方がいいですか？いや改善されるよ、野球やってきてるんだから、うん、だから多分改善はされてくると思うよ。ただこのオコエと梶谷が止まるような打球の時は、うん、ね、走塁しててもブリンソンも止まるよ。だからまあこの 1,2,3 で足を絡めればいいなという、うん、で岡本が未だに打点ゼロということは、ね、ちょっとありえないね、考えられないんだよね、うん、いかに 1,2,3 番が出塁をしてないか、うん、あるいはもうホームランで一人で帰ってきちゃってるか、うん、ホームランというのは7本かな、はい、今のところ、はい、出てないことではないんだよ、うん、でもそのホームランが圧倒的に多いというね。そうですね、うん、だからこの 1,2,3 で足を使えるランナーが出た時に足も使えるし、まあ、岡本のワンヒットで帰ってこれるという。で、まあ、中田もね、状態は悪くないし、で坂本も上がってきた、だから坂本は6番で、大城も悪くない、はい、で吉川と、でまあほぼほぼレギュラーを使ってる、うん、まあ梶谷と丸をどうしようかな、オコエと丸をどうしようかなっていう、うん、まあここら辺だと思うんだよ。なるほど。まあ調子が丸が上がってきたらね、やっぱり実力もあるし数字も持ってるから。でも例えば松田をセカンドに使うとかさ、ありましたね、まあやったけど、うん、でも松田のね、ああいう元気が欲しいよね今、うん、だからそのポジションを与えるとしたら今のところだったらセカンドしかないわけ、外野に行かすわけにいかないし、うん、だけどあの松田を使ったっていうのは、まあ邪道だけどもやっぱ元気が欲しいというね。で松田がエラーしてもなんかね罪にならないんだよね、あの明るさと元気向かっていく力っていうのは。でも今全体的にそういうものが欲しいんだよ、うん、例えば打てなくても罪じゃなくて、うん、いや次行くよみたいな、そういうところがやっぱね、働く職場だからやっぱそういう元気だとか勇気だとか、うん、そういうものがやっぱこう松田にはあるから、うん、それをこう見習ってほしいのと、やっぱなぜレギュラー、ほぼレギュラーを並べたかというと、うん、やっぱね今我慢の時でこのレギュラーたちっていうのは何を持ってるかというと数字を持ってるんだよね、うんうん、1年間トータルので、今悪くても大体帳尻って合ってくるんだよ。坂本が2割8分の平均持ってるとしたら、うん、今悪いけど絶対にシーズン終了後には2割8分ぐらいの数字は出してくるんだよね、うん、だから今はそれを信じるしかない。なるほど、うん、ただ活路を見出すにはやっぱ走塁だよ、走塁ね、うん、でブリンソンが暴走した時もああ呆然としてベースに戻らないじゃあサードコーチは何やってたんだっていう、うん、そういうことにもなるし、はい、ライトがファンブルした、はい、もう先に完全に止めてる、うん、ランナー岡本、うん、それ岡本だからあの辺りじゃもうライトゴロじゃ帰れないよみたいな、先に先入観で止めてしまってる、うん、そうじゃなくてやっぱりサードコーチャってやっぱり一人の選手なんだよね、うん、やったことはあるけどもう本当に心臓が飛び出すぐらい競ってる時ってドキドキするわけよランナーが遅い、ね、どんな打球だったら帰れんのかとか、だからねずっと引っ張ることが大事なんだよね、ホームの方に決めつけないで、うん、だからそういうことも含めてやっぱ盗塁がゼロっていうことはやっぱこの3人でやっぱこう走ってくれなきゃいけないし、うん、やっぱ走塁という面で、まあ、暴走があっても攻めちゃいけない、これは前向きな姿勢だから、まあ、そうですよね、うん、でねやっぱ体質的にね、うん、巨人っていうのはやっぱミスをなくしていこう、ミスをしたら罪だみたいな、そういう感じでやっぱ攻められてる時があると思うんだよね。例えば坂本が打てない、打球速度がこうだとか、うん、ああだとか、いやそんなことじゃなくてヒットになりゃいいんでしょって坂本はおそらく考えてるだろうし、うん、で暴走したブリンソン、うん、あんなのお前ど素人だぞなんて言われたら、うん、なんかちょっとシューンとしちゃうよ ね。いやいやいいんだお前前向きで走ってきたんだからいいんだよってまあこういうこともあらなみたいな、うん、今はそんな感じでね、やっとく方が多分いいと思うよ、うん、
なるほど。うん、オッケーオッケーって。だからまあ、新井監督の時は、ね、ミスを容認すんなと。手を叩いて、うん、オッケーオッケーって言うなとは言ったとしても、うん、巨人の場合は、ちょっと違うんだよね。またこの今の状況が。今の状況がっていうのがね。ありますかね。うん。で、新井監督は新監督で、それを容認してると、今後先、辛くなるよという、うん、やっぱミスはなくしていかなきゃいけないという。うん、だから、そういう意味では、こう、ベテランが多い、数字を持ってる選手が多いっていうのを特徴としてやっぱ我慢をする、うん、いつかは絶対やってくれる。やっぱ信用できるかできないかっていうのは大きな問題で、うん、信用されてると思ったらその信用に応えようと思うし、うん、その信用をなくすような発言をね、いやお前はもうダメだみたいな落胤をされるようだと、やっぱ仕事の場所っていうのが働きにくい環境になる。まあそうですよね、うん、それとやっぱ信用されてないっていうのはやってて辛いよね、うん、だから信用に応えられるだけの言葉を投げかけてほしいな、うん、今はな、ね、それがね、うん、また力に変わることも多々ありますよね。そうそう、多分あると思うよ、うん、だからまあそういうことで、まあ、巨人のオーダーこういうふうに考えたけども、うん、皆さんはどうやって考えるのかなっていうふうに思うよね、うんうん、まあこのね一旦一日挟んでまた始まるので、うん、ここがいいでこう転換期になってね変わっていくといいですけど ね、 ただこれからやっぱね、うん、阪神とかまだ当たってない、うん、伝統の一戦も控えてるしね、はい、だからそういうことを考えると下手な野球はできないし ねまたそこの結果次第でまたどんどん変わっていきそうですね、うん、だから、うん、まあ田川が、うん、まあ10試合ぐらい終わった9試合か、うん、終わったぐらいだけども、だけどちょっと戦い方がね、ちょっと深刻だなっていう、うん、まあ巨人っていうのは得点を取るときに盗塁を絡めるとかね、うん、まあ、そういう腹野球っていうのがあったんだけど、それが今では全く見れてないというね、うん、だからまあ全体的な状態っていうのは悪いんだろうけども踏ん張りどころかなと思って、はい、まあ動画にしました、はい、ね、明日からか頑張ってくださいね、うん、はい、はい